今回はスリランカ航空のお仕事でスリランカに来ました。アーユルヴェーダの本場であるスリランカでアーユルヴェーダの体験を受けたり、ハーブやスパイスの勉強をしたり、たくさんスリランカの文化に触れることができました。まずアーユルヴェーダとは世界三大医学の一つであって、約5000年以上の歴史を持つ世界最古の伝統医学です。瞑想やヨガ、オイルマッサージ、あとはハーブやスパイスを用いたサプリメントとか食事療法を毎日の生活に取り入れて、病気を予防したり、心と体の健康を保ったり、今よりもより良い生活を目指すっていうことを目的としています。そして今回1週間滞在したのはコロンボの空港から約2時間ほどの場所にあるシダレッパアーユルヴェーダヘルスリゾートというところです。コロンボ市内とは少し離れているので、周りはとても落ち着いていて、自然に囲まれている楽園のような場所でした。人がすごく優しくて、アーユルヴェーダのご飯もとっても美味しくて、本当に過ごしやすかったです。まずこの日はアーユルヴェーダの治療や施術に使う製品を作る工場の見学に行ってきました。名前は知っているけれど生では見たことがないようなスパイスや木の実をたくさん見ることができました。それぞれのスパイスがどういった効能があってどのような特徴があるのかとか、この工場でどういう商品になっていくのかというような説明を受けました。ケミカルなものは一切使わずに、ハーブやスパイスが商品になっていく過程を見て、人間はこう自然と調和して生きているんだなということをすごく教えてもらいました。特にスリランカのアーユルヴェーダは自然のハーブやスパイスを多く用いるのが特徴で、実際に1週間滞在してみて、スリランカではハーブやスパイスは特別なものではなくて、日常に自然に取り入れられている生活の知恵であるように私は感じました。これは治療で使われるハーブボールというものです。この後私も体験するんですけど、数種類のハーブを布に包んで温かく蒸したものを全身にポンポン当てて体を緩ませるハーブのお灸のようなものです。はい、これからアーユルヴェーダの診察、診断をしてもらって、その後にトリートメントをやってもらいます。初めてのアーユルヴェーダです。で、これが多分アーユルヴェーダのトリートメントをしてくれる施設。あそこにいる人はなんか足に葉っぱみたいなのをつけています。何やってんだろう。こんな感じ。ちょっと本当に未知の世界すぎて、興味はあったけどどういうことをやるのか全然わかんないから、やってみるまで今は何もわかんない感じです。またやってるところとか撮れたらいいなって感じです。ここからアーユルヴェーダの治療に入っていきます。まずはドクターによる診断です。まずは問診票を書いたり、これまでの出来事や自分の性格とか体の悩みなどを細かくドクターにお話しして、私の体質を見てもらいます。アーユルヴェーダではバータ、ピタ、カパという3つの動作、体の中のエネルギーを体質の基本というふうに捉える考え方があります。一人一人違ったバランスでこの3つのエネルギーを持っていて、その3つのバランスを取ることで健康を維持するというものです。
血圧を測ってもらったり、あとは脈を取ってもらって私の動作を見てもらいました。私はバータのエネルギーが強い性質でした。ヨガをしたりサーフィンをしたり体を動かしたりすることが好きなので、スポーティーでアクティブなエネルギーが大きいっていう風に言われました。ざっくり言うと。でドクターによると体質からだけではなくて脈拍にも動作の特徴が現れるそうです。で最後にドクターに診断書を書いてもらって、その診断書をセラピストさんに渡してトリートメントを施術する部屋へ向かいます。今日はオイルのトリートメントを60分やってもらいました。頭からつま先までオイルでマッサージをするんですけど、それぞれ部位ごとによって使うオイルが違くって、人によっても使うオイルは違うみたいです。一人一人違った体質や性格、動作を持っているので、それらに合わせた食事やハーブ、オイルで治療するのがアーユルヴェーダの治療です。これは後日のトリートメントの動画です。ハーバルバスっていうトウゴマの葉を煮てお風呂に入れたものです。でこれはさっきも登場したハーブボールを施術しているところです。はい、2日目の朝です。なんでかはわからないんだけど、昨日夜ご飯を食べ終わって8時半ぐらいからもう猛烈に眠くて、で8時半でこんなに眠いわけないって思ったんですけど、とにかく眠くてでもう結局そのまま9時ぐらいには寝ちゃったんですけど、で朝やっぱり5時とか6時とかにはパッと目が覚めて、すっごくすっきりしてるし眠りが深くって、起きた時のすっきり感がすごく、なんだろう、久しぶりな感じ、こんなにすっきり起きたの久しぶりだなって感じだったので、これもねまだ1日目だけどアーユルヴェーダ効果かなっていう風に思ってます。はい、ご飯は3食こんな感じのバイキング形式で食べました。スパイスが効いたカレーが何種類もあったり、お米も何種類かありました。お肉はほとんど出なくて魚がたまに出ました。あとは蒸し野菜とか煮た野菜が多かったです。私は温かく調理されたものを食べるように勧められたので、そのようにしていました。